タラララレ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 はい、こんにちは、長澤です。今日はですね、金曜日ということで、ミニ四駆じゃない動画、たまにはミニ四駆じゃない動画っていうことでね、ご紹介するのはこちらです。Wi-Fi ルーターでございます。この Wi-Fi ルーターをね、ご紹介したいと思います。本日ご紹介するのはプラネックスの MZK-WG300NXA でございます。ということで早速開けていきましょう。はい、こちらが本体でございます。なんかこう盛り上がった感じのね、デザインになっております。置くのはこう置くんでしょうね。はい、これが本体です。あとランケーブルと AC アダプター保証書以上でございます。なぜこちらの Wi-Fi ルーター買ったのかというとですね、いつもミニ四駆を走らせている例のあの部屋なんですが、隣に立っているおじいちゃんの家になります。そういった形で、ちょっと離れているわけです。で、ここのところにね、ここに Wi-Fi ルーター、僕が昔買ったやつ、がありますけども、あれは NEC のやつですけども、あれが届かないですね。 30-40m ぐらいは離れてるし、壁もあるのであの電波は届かないので、あっちに行ってこれをつけようということです。まあ元々あったんですけども、あっちに置いてあったルーターがもうなんか壊れたので、こちらにね置き換えてみたいと思います。なんかあれマンタレジュニアみたいな形の Wi-Fi ルーターでございます。はい、では早速こちらを取り付けに行ってみたいと思います。ということで、無事にセットすることができました。はい、今後はね、あのルーターを使ってですけども、ツイキャスとかね、そういうのもやってみたいなというふうに思っております。あとはまあ普通にいろいろインターネットで調べながら改造を進めたりとかですね、そんな感じのことがあっちの部屋でもできるようになったということでございました。ということで今回は、プラネックスのWi-Fi ルーター MZK-WG300NXA を接続してみたという動画でした。バイバーイ、また見てねー。